ペスムは、フランス、ブルゴーニフランシュコンテ地域県、オートイコールソーヌ県のコミューン。フランスの最も美しい村に登録されている、コミューンである。県の最も南西に位置し、村は、ソーヌ川支流のオニョン川を見下ろす、石灰岩質の大地の端に位置している。神聖ローマ帝国、ブルゴーニュ公国、ブルゴーニュ領ネーデルラントに属した後、1678年に、 ルイ14世が締結した内命編の和訳によってフランス領となった。1754年5月に公爵領に格上げされるまでは領主領、そして断赦領であり、ペスムは10世紀に最初にギオーム一世とペスムの先祖に建てられた城に起源を持つ。発祥が不明である、このペスム家はグランソン家に代わる1327年までペスムを支配した。 グランソン家の最後の当主ジャンニセイの代までの一世紀余り、この家系は続き、ジャンニセイは、ヌーシャテルブルゴーニュ家のティエボー八世にペスムの土地を、約束した。ティエボー八世は、ペスム領主を名乗ることを許された。彼の後継ぎであるボンヌードヌーシャテルブルゴーニュは、ラボーム・モントルベル家の一員として、ペスムの領地を手に入れた。参照元、 1962年から1999年までは、複数コミューンに、住所登録をする者の,の重複分を除いた者。それ以降は、当該コミューンの人口統計による者。1999年まで、イヘス、カジニー、2004年以降は NSEE。ありがとうございます。